皆さんこんにちは。群馬県立産業技術センターのサクセスストーリー動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今回は群馬県高崎市にある共和産業株式会社様との事例をご紹介いたします。内容は金属石創造系による試作リードタイム短縮になります。共和産業株式会社様は今年で75年目を迎える老舗企業です。高精度切削加工を武器に自動車、航空宇宙、医療などのさまざまな分野において良質なものづくりを続けられています。今回は共和産業株式会社様と群馬県立産業技術センターで共同で取り組んでいる金属石創造系の研究開発について、研究担当者である共和産業株式会社素経済開発室担当次長である中島周一郎様からご意見を伺います。中島さん、よろしくお願いいたします。どのような経緯で産業技術センターを利用しましたか？弊社は国内自動車メーカー向けのアルミ試作部品、保養部品および液晶半導体製造装置関連の機械加工を主な事業としております。令和3年に金属石創造系による部品試作の研究開発を開始するにあたり、ものづくり補助金を申請することになりました。その際、申請書作成のサポートを相談したところ、快く受けていただきました。おかげさまで採択に至り、研究開発がスタートしました。研究開発の内容はどのようなものですか？通常、アルミ試作部品は鋳造工法で外略形状の素材を作り、その後に必要な寸法を出すために機械加工を行って製造します。素材を作るための鋳造工法は、金属を溶融させ金型や砂型に流し込み形状を作成するため、型を設計・製作する必要があり、コストや時間がかかります。そこで、複雑な形状を単納機で製造可能な金属石創造系によるアルミ自動車部品の製造方法の研究開発に取り組むことにしました。二輪車用単気筒シリンダーヘッドおよびコントロールバルブを実際に造形して、寸法精度、表面粗さ、内部欠陥、材料物性、機械加工性、コストおよび製造リードタイムを評価しました。その結果、鋳造品と同等以上の品質でアルミ試作部品を造形することができました。さらに素材の製造リードタイムが 50% 短縮することが明らかになりました。会社にどのような好影響がありましたか？金属石創造系によるアルミ自動車部品の製造方法の開発に成功したことで、複雑な形状を単納機かつ少量生産が可能な生産体制を構築していくことになり、金属石創造系機および付帯設備を購入して体制構築に取り組んでおります。さらに金属石創造系の技術ノウハウを取得するため、群馬石創造系プラットフォーム、通称ガムに参加し、技術の研鑽も図っております。並行して顧客への提案に取り組み、徐々に引き合いが来ている状況です。産業技術センターの果たした役割や研究支援の内容は何でしょうか？研究開発開始以降、材料物性試験や X 線 CT を使った内部欠陥調査に協力いただくとともに、専門的な視点で試験結果の考察をいただきました。また補助金等を活用して研究を進めるにあたり、申請書作成のサポートをいただきました。おかげさまで研究開発の目的を達成し、金属石創造系がどのような特徴を持った技術であるかよく理解することができました。産業技術センターとの共同研究で良かった点は何かありますか？金属工学に深い知見をお持ちで、調査結果に専門的な考察をいただけたことです。さらに弊社のすぐ近くに所在しているため、
試験サンプルのやり取り及び面談での技術相談が大変スムーズで効率的に研究開発を進めることができました。課題や取り組みなど今後の予定は何かありますか？生産体制を早期に構築して創業ノウハウの積み上げを図ること、および金属積層造形のメリットをアピールし市場を開拓していくことに取り組んでいきます。さらに自動車部品だけでなく弊社が事業拡大に取り組んでいる医療機器部品にも適用を図っていきます。最後に産業技術センター担当者からのコメントです。金属積層造形は多品種少量生産や一品物の試作において非常に有効な製造プロセスです。共和産業株式会社様はこの新たな製造プロセスの実用化に向けて熱心に取り組んでおり、我々も多くのことを学ばせてもらっています。今後もより一層の支援を続けていきたいと思います。今回はご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今後とも群馬県立産業技術センターをよろしくお願いいたします。